庭園鉄道のレイアウトを走行する、大幅に改造された、ママドライブスチームの蒸気機関車イギリスにおいて、一般的な鉄道模型の縮尺で実物の1フィート16ミリメートルに縮小した、狂気鉄道は16ミリメートル、1フット、または1、19.05の縮尺で表記される。このような鉄道の最も一般的な機関は32ミリメートルで、 実物が24インチの機関を表す。この縮尺、機関の組み合わせはしばしば SM32 と表記される。この名称は主要な軌道の製造会社の一つであるピコによって普及した。そしてしばしば庭園鉄道に使用され十分な大きさがあるのでライブスチームにたやすく対応できる。次に普及した機関は4 5トルで実物の2フィート9.75インチの 機関を表し、いくつかの実物の路線は、この正確な機関だが、一般的には30インチから36インチの機関の表現に使用される。16ミリメートルスケールには、複数の商業製造業者と同様に独自に車両を作る多くの熱狂的な複数の愛好家たちがいる。実物の期間24インチの鉄道はイギリスにおいて、最も一般的に見つかるので模型の多くは、 イギリスの車両を模している。ヨーロッパと北アメリカの狂気鉄道も同様にこの縮尺で模型化されるが製品は少く、大半はスクラッチビルとか組み立てキットの模型である。この縮尺の模型はおよそ1930年代初頭に作られたが、この縮尺の普及に大きな役割を果たしたメリノス鉄道協会が設立されたのは第二次世界大戦後である。協会は その規定集で有名で見出しは以下の通りである。メリノス鉄道協会の規定集の状態、この二組の軽い気持ちの 16mm の動向の死の精神は遊び心と共に気まぐれで、しばしば深刻な懸念を吹き払う。縮尺通りの忠実な模型の動力としてライブスチームを使用した場合にはしばしばこの縮尺における蒸気技術の要求の犠牲になる。しかしながら、 蒸気で走る機関車の実物同様の音や、匂いや視覚効果は、忠実度の損失を補完する。ライブスチームで走る機関車はこの小さい縮尺でも、電気を動力として走る模型とは大きく異なる。長年にわたり、市販の部品はなく、愛好家たちは手作り、または、大スケールの部品に手を加えた。1970年代初頭にアークエンジェルが、大型の縮尺における、 最初の商業的な製造業者として登場し、続いて70年代末にメルルンとベックが登場した。3社はすべて手頃な価格でこの縮尺のライブスチームを販売した。1981年にママドがイギリス市場向けの廉価で幾分完成度の低い蒸気、機関車を伴って参入した。完全ではなかったが低価格により幅広い人々に門戸を開き、 結果的に他の製品の需要が伸びた。現在では、ラウンドハウス社が高品質のライブスチームの製造者として市場の大部分を支配する。積極的な専門家の集団と愛好家の制作者が、この需要を満たすために出現した。E メールリストと協会が愛好家や会員へ支援を提供する。ありがとうございます。